久し春鎮は台湾島南部にある久し春半島南端の平東県に位置する鎮で、かつ台湾行政区における最南端の豪鎮である。久し春鎮は東側の太平洋、西側の台湾海峡、南側の橋海峡という三方を海に囲まれた久し春半島の最南端に位置し、面積は136.7630平方キロメートルである。 日差し春半島は、西より、日差し春西大地と、中央山脈が南北に走り、その間に、中心市街地の日差し春古城や空港などがある、日差し春縦谷という平地が広がっている。毎年9月から、翌年の3月にかけて、シベリアからの季節風が、中央山脈に沿って南へ吹くことから、日差し春半島では、季節風が海洋へ向かって、急速に吹き、 風向きの強い落山風を形成する。熱帯性気候に属し、南方の海岸は珊瑚礁地形があり、自然生態を豊かにしている。1982年に台湾最初の国家公園根底国家公園が創立した。気候が温暖なため以前は古町蘭が至るところにあったことから、台湾語の蘭の音訳にちなんで、牢という古名がある。 真の同地年代に、久し春半島でボタン車事件があった際、陳主ゲルミキはここで城壁を築く要朝廷に、創生し、平東で最初の県が牢に設けられた。気候が温暖なため、陳主ゲルミキは四季春のごとくとして、地名を、久し春に改めた。2006年12月26日、中央気象局兵、東久し春地震丹は、 西弁港田 22.89km のルソン海峡の海域にマグニチュード7.0の地震を観測した。地震により、台湾で死傷者と建築物の損壊がもたらされたほか、数本の海底ケーブルが断線し、東アジア区域内のインターネット、国際電話サービスが寸断され、経済的損失を被った。日光が落ち山風を強烈に熱し乾かすため、 玉ねぎの栽培に適しており豊富に産出される。また1901年にサイザルアサを導入し、それによりアラナは朝袋などの生活用品が作られ、日本統治時代の経済上の重要な位置を占め、かつては東洋の光の名声を博した。現在すでに衰退したが、サイザルアサは、久し春のシンボルとなった。久し春古城南門、久し春古城城壁、 久し春鎮石廃公園兵器整備記念碑、久し春古城は、中央山脈と、久し春西大地に挟まれた、久し春縦谷に作られた、城郭都市。新庁から台湾を治めるため派遣された、金砂大人鎮茂るみきにより、高所元年に建設が開始され、高所5年に完成した。都市を囲んでいる城壁は、長さは880畳、幅2畳。 城外側の高さ1畳4尺5寸で、東西南北に4つの城門北門が設けられていた。また、それぞれの城門のおおよそ中間点の4カ所の城壁上に砲台が、城壁の外には幅3畳2尺の溝が作られていた。これは、台湾で唯一軍事目的のために作られた防御都市であり、台湾で最も当時の状態が保存された遺跡都市でもある。 城壁の一部は日本統治時代には住宅の建築材料を得るためとして破壊され、台湾降伏後には道路や学校建設のために一部が除去されたりした。城壁の一部は補修され、1980年には南門が、1983年には東門と城楼が大規模に補修されている。補修を重ねながらも、新朝時代に作られた四つの城門が、 現在も残っているが、サイモンは、車両接触による損傷が激しく補修工事が継続中である。なお、久し春国中から中世路の間の城壁は、破壊されたまま再建されていない。1935年、台湾総督府は、史跡名称天然記念物保存法に従い示唆し、春城を史跡に指定し保護した。降伏後の1985年、 台湾政府により二級国定古籍に指定された。南門、根底を経由しガラン花に向かう主要道が通過しており、門は道路のラウンドアバウト中央に立っている。日本統治時代に久し春から南湾港に向かう貨物輸送のための軌道実機が門道を通っていた。城門の上には城楼が復元されている。西門、この門は、 古城の北北西にあるが、呼び名は、西門である。多くの住民が、古城の西側に居住しており、この門の付近には、老外や多くの寺院が存在する。新潮末期の古城建設当時は、難門とともに、物資搬出入りゲートとして機能していた。門の南側の猿道山には、久し春沈石廃公園があり、日本統治時代の中根碑や兵器整備記念碑などが、 残存している。北門、骨頭山に生態する位置に作られた門。門の城内側に M41 系戦車が屋外展示されている。東門、満州、日南に続く道が通っていた門。出火久し春古城の東門の東約800メートルの地中から天然ガスが砂利の地面に噴出しており、点火された一段の赤い炎は多くの観光客を引きつけている。 天然ガスは絶えず移動するため、出荷口もまた移動する。炎はあまり大きくはないが、以前は観光客が火けどをする事故も発生しており、注意が必要である。猫花頭公園線ホイッシュ台湾海峡に面したビーチリゾート。南湾金傍には大田南部格納展示館や猫花頭と呼ばれる隆起山五章の岬がある。根底金峰には ガラン花に向かう国道第26線に沿って、青カエル石や船穂石などの奇岩が海岸線に存在する。ガラン美台湾災難天碑。ありがとうございます。